こんにちは、トカメの水キングです。出会いめーえぐいえぐい。まあ今さっき終わったんですけど、今ちょっと後からねオープニング撮ってるんですけど、早速ちょっとめちゃくちゃレポが面白いんで話していきたいと思います。さあ行くぞ、行きましょう。よいしょー、くそくそかちゃん、ありがとうございます。今日出ていた、今リアイベの次の日に、次の日ですね、撮影してるんですけど、レポ動画をね来ました、今から話していきたいんですけど、はい、くそくそ嘘やん、実はやったーのはずやよ、実はかわかんなかった、やっぱり泣きそう散々な結果はな、ほんまにちょ、聞いてもう笑ってくれわかりました、もうお前らも大笑いしてくれ、今見てる人らもオッケーオッケー。まずですね、はい、僕は桜坂と港坂もリアイベあるんで、あるっすね、簡単な流れの方をね、はい、話していこうと思います。まずですね、まあ、いつも通りこうやって持ち物チェック、ありますね、危ないもの持ってるかみたいな、会場入ってね、そう、うん、で、ペットボトル持ってたら試飲するとか、まあ、そういうのがあったり、俺もうそこでさえ懐かしくてさ、確かに確かに、俺もう色はそこやって飲んでる時さ、うん、気持ちいいってなったら、そこでもう、もう死ん楽しいみたいな、楽しいか、え楽しいのね、楽しいないよ別に、そうやん、だるいやん、ほんで、まあ、こう並ぶわけよ、うん、で、そのレーンあるじゃないですか、はいはい、神奈川サイトで、ありますあります、じゃあまあそのサイトに QR コードあるんで、うん、まず QR コードかざすんですね、じゃあ個人情報と、うん、あと持ってる枚数が出てくるから、うわすげえ、まあ、個人情報、あの免許証とか渡して、うん、何枚使われますみたいな、はいはい、で何枚ですって言ってレーン並んで、もう始まっちゃうわけ、なるほどね、まあじゃあ僕の、はい、レポを話していいですか、お願いします。まあさっき言ったことを覚えて、覚えて並ぼうとするじゃないですか、うん、で僕エリザベスと言っとったよ、はい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 、もう心強い、心強い、一発目から一人で言っとったらマジで俺、あ確かに、いや分かる分かる、正気飛んでんな、確かにね、もうほんでエリザベス並んでて、うん、こうやってレーンを歩いていくよ、カッキーおんねん、あ横のね、隣にカッキーおるやん、えぐいよな、サヤ並んでんのにやろ、サヤは見えてないね、まだまっすぐ、あ、はいはいはい、だけど横からいやー、えぐいっすね、ひっこり走って、いやもうえぐいって、前歯かわいすぎるみたいな、前歯、やっぱりそうなんや、うん、やっぱり前歯見てんねん、いや、前歯しか見えんかった、変態、え変態が、いや、そんなところじゃないやろ、前歯、いや、ほんまにカッキーかわいすぎて、いや、いいな、それは、え、もうあそこだけなんかさ、ほんまに軸歪んでた、え、こうな、だから、カッキー、ちょ、俺の感じないと申し訳ないけど、うん、なんか顔めっちゃ真っ白で、うん、こんな風にしてたんよ、オカルト中のキーパーやんか、ね、オカルト中のキーパーやん、ゆかむくんかやってるやん、あれやってるやん、それジェイソンじゃなかったっけ、ジェイソンやな、あれゆかむくんか、うーんよく突っ込めたな、うん、まあ、ほんでカッキーがさ、うん、おって、はいはい、もう動揺しまくりなわけよ、俺エクイみたいな、うんうん、本物あるわ、うん、で、次にですね、はい、テク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 って歩いてたら、はいはいはい、なんか左からなんかシャイーンって聞こえたね、シャイーン、急に何横なんで、ほんで俺左見たらドライブって言って俺あーって光ってたんよ、誰に光って、先輩町のあのシャインドライブぐらいよ、シャイン、稲妻イレブンってあったけど、それぐらいのやつ光ってた、ね、光ってた、誰がほんでうわーってなって見たら、マイネームイズユリキタカワ、ユリキタカワがシャインドライブ使ってた、歌ってたよ、歌ってた、歌ってたじゃんどういうこと、使ってたよ、使ってた、使えんねや、ほんまにえぐな、ほんで10枚持ってたんやけど、うん、もうその前に行った人らに、うん、お前10枚出しやめたけど3、4それぐらいがいっちゃうって言われて、うん、俺そんな周回しても話すことないってと思って、ああはいはい、そうそうそう、まあ、回数多くなるっていうのもな、ちょっとメリットなんですね、うん、ほんで俺一発で3枚出しよう、こうやってなんていうやろうな、前に人おって、はい、ちょっと三宅止まらんちょ俺らマジシラフじゃ無理、いやでも飲んでったらあかんでしょ、あれえ飲んでったらあかんでしょ、あかんよ、うん、え、なんかもうほんまにもう激疲れか激眠の状態でいいかなんなん無理よ、え、もうちぎれてる状態でマジでやばい、ほんまに直前か、うん、もうだってちょろっと見えるやん、ああ声も見える、声も聞こえんねん、聞こえる、え、これ言ってんのってだってもう次やもんな、うん、ほんの一発目3枚な、はい、俺一言目、いろいろ考えた、はい、やっと会えたなって今まで、あー、確かに会われへんかったけどとか、もう俺、めっちゃさ、サイでここ2年ぐらい、うん、もう時間を費やしてきたわけよ、もう動画とかいっぱい作って、で、俺が一発目に言った言葉、うん、めっちゃこんにちは、台無しやん今まで2年間積み上げてみたもの崩れてんじゃん、うん、ガラガラガラー言うて
ほんま？そう、なんかもっとこう感動的なのなかった？ほんで、しかもこうちょろって見えた瞬間もさ、バッで、クミ君見えとったらしいで。ああ、はいはいはい、横かっきり横の面でね、サヤの表情、あのワントン上がってたって言ってた。水くんの時にでも、バカでかい声でめちゃこんにちはって言ったんよ。まあその、後の話なんだけど、うん、俺終わってから会場こう出たんよ、うん、じゃあなんか横でかっきり並んでたらしい、うん、あのオタクのね、僕、う、は、ん、ね、あのめっちゃこんにちはめっちゃ聞こえてましたよ。恥さらしや。もう俺さ、恥ずかしすぎてさ、戻った瞬間にそんな言われてさ、初。そうそうそう。ほんで結構、まあこれ以降は抑えめなんよ。ビビって。ほんで、ね、あの、あ、水木くん、うん、言ってくれて、ほんま、ちょっと一言言わしてほしい。さやのお父さんとお母さん、さやを産んでくれてありがとう。ありがとうございます。これにつき、これにつきますね。それがね、始まりなわけ。バケモン、バケモン、バケモンかわいい、バケモンかわいい、うん、さや、俺あんなに結婚してとか言われてたん。いや、せやね、あかんって、あれが言ってやね。いやいやいや、まあ考えといたるけどさ、いや、なんで上からやん、何を考えたのかな。ほんで、まあ、やっと会えたなって。はいはいはい。ほんでなんかもうかわいいクーとか言って、さやもなんかニコニコ笑ってんやけど、なんか目の前にマイクあったね。何これみたいな俺言って。そう、あ、マイク製なんや。うん、うん、ほんで あれかパーテーションとか。そうそうそう。ほんでなんか話すの長ないみたいな。失礼ちゃうそれ。話すの長ない、うん、時間が。そうそう、長ないみたいな。ほんで剥がしたら、剥がしてくださいよ。いや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 。ほんでさやめっちゃ笑って、ここで笑ってくれたんよ、さやが。で、なんかさやがいきなりこうなって、マイクに向かって、大好きだよ。うわっ、勝った？疲れた、疲れた。もうなんかね、な、昨日かっこいいち疲れてんすけど。疲れてたね、なんか。え、電車でもさ、うん、うん、やばかったやろ。うん、やばかった。俺な、さやと会った後疲れんねん。もうテンションが、そう、分からん、多分自分なんか上がりきってんの、はいはいはい、で、もう新幹線なんかもうこんなん、そんなんやったよ、ほんまに。俺多分好きすぎてさや行くのやめようかなと思って。えぇ、さや行こう言うてるくせに。うん、さや行くやめる。もうしんどいから好きすぎて。そんなもんの、うん、相当好きやな、それは。いや、ほんまに、え、多分な、いや、俺、あ、そうやね、なんか、緊張したんよ、うん。あー、まあ確かにね。そう、でもなんか、もっと前のなんか、なんか1回目はあんまでも緊張はなかったかもしれんけど、うん、回数するにつれて緊張したの。あー、なるほどね。うん、握手会とかでもあんまなかったんだな。マジで？あ、てか握手会があんまり俺、緊張せんタイプやったから。マジで？あんまり緊張しまくりだろ。ほら、びっくりしたんだよ、これ思ったより。なんていうの、まあまあまあ、でも変な感じしたわ。あ、まあ、そうか、オンラインで喋っとって。おんもんな、ここに。おう、いや、すごいよな、そっか。距離よ、距離、こんな、いや、近いよな、あれ。ガチ。ということで、次、はい、三枚出し、三枚出し、まだ、え、何分？三、三、四ですか。三、三、同じ分だね。三分で三枚、そう。で、もう一周や。賞味もう一周、賞味もう一周。賞味もう一周したんですけど、ね、次はね、うん、僕のもう仲良くさせていただいてる、はい、さやさやの軍団たちと、ああ、さや推しの方がね、うん、みんな仲良くて、うん、なんかメンバーキングさんも一緒に行きましょうよみたいな。行きやねー、いいっすかみたいな。で、もうほんま喋ることなくて困ってるんですって言って、うん、いや大丈夫ですよ、なんとかなるんでって言って。いいね。で、さとしくん、わかる？あー、つばさとしくんね。さとしくんの後ろを取って、はい、ほんでさとしくんが、はい、戦闘ラプソディの、なんて、なんて、え、なんだ今。戦闘ラプソティ、ラプソティの服を着てたんですよ。この辺に画像貼ってます。あ、もうセーラー服みたいな。マジで？そう、着てて、ほんでも一緒に行こうよ言われたけど、そのどんな感じなのかなと思って、サトシ君が10枚出ししてて、おー、で、何すやろと思って俺見とったんよ。で、サヤも目の前おるし、ちょ、サトシ君とサヤが戦闘ラプソディを10枚分ずっと踊ってて、ちょい、え、これめっちゃおもろいやん。俺、こんなと見れたやろ。うん、めっちゃいいやん。でもよかった。え、でも俺生で見たの初めてだったもん。あ、バスラ当たってないからね。
やっと初めて見れる。いいね。めっちゃ楽しそうやった、うん、マジぶちかましてんなと思って、うん、すっげーって思って次俺よ。パスとしては悪いかもね。サトシ君もこんなパスでやってるから、そうもうバチッチッよ。ほんで取れるそのバトン。え、無理でした。無理でした。ほんで俺もサトシ君の頭きついてって言って、知ってるのみたいな敵で、そう仲良くさせてもらってるみたいな言って、で俺もうしょうゆことないから助けてよ、桃猫さんだって後ろの最後後ろに。そんだけやねん。そう、もう無理すぎて、で、なんか話す話題ないって、はいはい、で、んみたいな、うん、なんかマイクに向かってやっぱ言わない聞こえへんみたいな、ね、しかも俺もさ、ボリューム下げとるわけよ。ビビってるから、うん、ほんで、なんか話す話題ないって言ったら、さやはね、みずきくんのことが大好きだよって。いや、それ生やもんな。話題ちゃうやん。それが話題なんやって。そう、うん、でも愛を伝え合う。実際に会って、それガチでリアルでやられたやばいな。もう無理。すごいな。無理。え、なんかもうさ、恥ずかしなんねんて。あ？寝れんなって。え、ほんまに恥ずかしなんねん。寝て寝てんねん。あっつ。今怖っ。なんかアイドルすごいなと思った。いや、確かにね。すげえよ。え、もうな、どんなメンタルなんやろうな。すっげえな、みたいな。でも、キュッて言ったんすけど。いやー、それまに。大ブーイングやリレーで。ごめん、ほんま。サトシ君のバトン受け取られへんくて。え、ほんで、俺消えるやんか。桃猫さん行った瞬間に、やんちゃんやんちゃんやんちゃんとか言うくる。やばいな、挟まれてるって。え、なんだ、サヤオシの人、ええ人ばっかりやけど、そんなんばっかな。いや、もうな、ええ人やねん。ええ人やけど、一番おかしいっす。なるほどね。え、でもマジでみんないい人。みんないい人だ。だって、そんな俺みたいなのもさ、こんな心よくさ、だって、確かに普通に会場とかでもキングさんってやってみんなやってくれるし。いいなぁ。マジだったか、もう溶け込みやす、うん、まあでも、ぶちかましてないですけど、僕は。まあ確かにね。俺ぐらいちゃう。もう、大人しね、なんかね。え、思んないの。普通や。で、次4枚やから、ちょっとは、なんか内容のある。なんか、サトシ君レポに切り替えた方がいいんじゃないですか。いいかもしれん、ここから。読めます。でも俺らほんまにもう、言わん方がいいかも。うん、次4枚や。ヤッホーって言って、ヤッホーって言って、王様ランキング見てるって言って、はい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 、おはい、あ、出た、これですよ、出ました、これ出ました、王様ランキング、王様ランキング。さや、最近さ、あんままあトークでも送ってきてないから、うん、なんか他のアニメ結構見てるからさ、うん、見てるかなと思って、で、見てるって言ったら、見てますよみたいな、おで、最近のはって言って、うん、王様ランキング第2シーズン始まったんですよ。へー、そうなんや。で、なんか聞いたら、うん、最近は見てない。あー、見てないんだ。うん、そうだね、忙しいもんな。確かにね。うん、ほんで、2部は王様ランキング、その第2シーズンのことね、うん、2部ね。で、2部みたいな、うん、で、出てるのも知らんねやん。第2シーズンはって聞いたら、第2シーズンみたいなって言ったら、うん、多分見てないと思う、うん、多分じゃない、見てない。見てないな、知らんかったもんな。で、終わりでした。終わり。じゃあ、あるやん、中身。まあ、そうよ。え、さや知らんかっただけやけど。王様ランキング。いいやん、さや忙しいね。忙しいと思うよ、それは。さや、ほんまに頑張ってる。うん、なんか、ほんま、別にこの見ぐりで言えないけど、うん、マジ頑張ってるわ、うん、これで第3部レポは以上となります。あー、終わり。ついに次の第4部レポでお会いしましょう。さようなら。洋服を脱いで、はい、洋服脱いで、はい。え、待って、アンクル折れてるやん。きつや、やば。しかもお母さん北海道から買ってきてくれたやつやな、これ。僕見に行った方がいいって。いやいやいや。じゃあ、おかんの様子見に行った方がいい。やめてよ。はい、ということで、はい、第4部。4部。もう話題もないし、と思ってずっと考えてたら、知らない時間がもう結構進んでて。あー、はいはい。わー。でですね、この部、ツインテールでした。ツインテール。インスタのストーリーの部の下だね。かわいいな、あれ。バチかわいい、マジで。かわいいな。ほんま、だるいっす。だるい、かわいすぎて。だるい。ほら、やばいって。なんか、あれないな、褒め言葉ってしまったら悪口になんねんな、なのかな。だるいとかさ、もうかわいすぎて無理。エグいで、ほんま。わかるよ。待ってー。でもやっぱなんか俺もっとちゃんと見とけばよかったわ。
でもさ、目の前におったらなんかチカチカしません？ちゃんとこう焼き付けられへんというか、もうなんかぼやっとしか映せてない感じ。それはない。ないんや、俺もある、うん、しかもさ、はい、そう思ったのが、うん、なんていうの、リアルミーグリが特別感ありすぎてさ、うん、ちゃんと喋れな、喋らなみたいな、うん、わかる、まあ、確かにね、なんか一枚の重みがさ、ミーグリと違うからさ、なんか喋りづらいよね。ここでしかみたいな感じあるもん、ね、しかもさ、後ろの人に聞かれるやんか。そう、それちょっとわかる。俺もう無理でしかも全く知らない人やからさ、この次話すやつ、ね、だからその YouTube テンションって言ったら言い方悪いかもしれないけどさ、さっきエリザベスおったからめっちゃこんにちは言えたけど、はいはいはい、一人でそんなん言うたらええやん。で出る時どんな顔しよう出たんじゃないねん、ほんま言ったらええやん、どこまで聞こえてんのによで、まあクソクソの猫かぶりレポ話しますわ、はい、言った瞬間にピッと言ったもん、うん、いつものやつね。で、動画見た、真夏の全国ツアー到着のって、はいはいはい、で、うん、超スローモーション。おう、それは何、ほんまにサイがそう動いてんのか、みずくんなんかそうさ、いや俺もちょっと思ってる、うん、でもほんまゆっくりに見えてる。ほんまにヘブンズタイムちょっとかかりかけみたいなのかでもなく、いやマジかかってたの、かかってたんや。でも目がバチンと合うわけよ。はい、それはちゃんとだって目合うもんな。あ、みんなすごいなと思って、ほんで、北海道当たったって、はいはいはい、ねえ楽しみ、うん、でもうリハ始まってるって聞いて、うん、もうリハ始まってるって、うん、あ、もうリハ始まってるよ、おお、平常法や、お、そうなんや、楽しみやな、うん、俺の好きな曲聴けるかなみたいな、うん、うん、みたいな、何の違う道、ルドツフォーディジックス、あ、ルドツフォーディジックス聴けるかなって、うん、どうだろうね、うん、お時間です聞いてた、剥がしの人に、あれって、だいたい粘るもんじゃないんや。え、もうな、粘りたくないもん。え、真よ帰りたい、真よ帰りたい、なんでよ、無理やって、ちょっと話したい、無理やって、緊張しすぎて、え、マジで好きすぎた、そんなんなんねや。え、多分、ほんまド緊張、うん、じゃあなんてやろな、まあ緊張もそらあった、うん、で、回数重ねるごとに緊張っていうのは、うん、周りに俺の知ってる人が誰もいないから、うん、で、話すことが全くないで、好きすぎる、うん、無理もうその、好きすぎてめっちゃ話したいはもう通り過ぎてるんや。いや、ない、通り過ぎてもう、早く帰りたい、早く帰りたい、珍しいんじゃんかな、ほんまにこの場から早く去りたいってそんな人やったっけ。いや違うよ、なんかめっちゃコミュ障じゃない。いや普通にマジで陰キャさや、ちょっと勘違いせえへん、でもうん、あんまり話したくないんかなみたいなさ。いや俺もう話されへん、早く帰りたい、早く帰りたいよさや、なんか嫌われてんさ。じゃあなんかさ、そのわかる、その秒数でそれすんのむずいってほんまにちゃんと楽しんでんな。じゃあマジでマジでちゃんとなんかちゃんとしてるな、ミーグリを。え、分かってよ、誰か俺の気持ち。もうマジでちょっと恋してるよ。え、無理、分かってくれへん普通に。まあでも若干分かるのはありますよ。ほんまに俺次のリア上からほんまに無理かもしれん。もう応募せへんのじゃん次。いやマジで行くのやめんじゃん。お前遠藤さくらとか富里紹介するかも。さや行かず、意味分かれへんやん。いや、ほんまにね、うん、なんかその、なんてやろな、大好きだよとかを、なんてやろ、周りに聞かれんのとかがほんま無理で、なんか嫌やね、わかる。あー、まあまあ、ちょっと分かってくれよ、お前。でも多分な、なんか大人になってきたやなって最近思うね。誰が俺子供やねん。いやほんまに、なんか学生の頃とか行ってた握手会は、うん、もっとバーッみたいなやってたけど、なんか一個あげな、自分であげな、なんかできんようになってるっていうのが年取ってんな、年取ったなって、老けたな。いやほんまにそうよ、あんねん一個うんってそうケツあげらな、なんかレバー自分でやってるなみたいな、年取ってんな。そうで、やっぱ周りの目もやっぱ気にするようになったわけよなるほどな。
もう始めたての頃なんかさ、別に誰がどうも見るとかもないけどさ、うん、多少は見られるようになったじゃん。まあ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 、なんか見てまうわつまんねえ人間だね。困りどころやね、それは。今んとこ、こういつものバグレポが起きてないですね。ああ確かにな、うん、でもラストに飛ばしてくれるのが神奈川さんなんですね、うん、はいはい、で行った瞬間に、うん、みずきくんみたいな、はい、でラストやーって言って、うん、こだわり、回りすぎてもう話すことないんやけど、なんかあるって。ほんで、うん、さやはみずきくんの瞳に惚れました。うまっ、おいおいおいって俺言って、何言ってんのって言って、しかも5万やからまだもうちょいあんちゃう。そうやね、やばいやばいやばい、やばいやばい。で、ほんで、うん、もうエクイって何言ってんだみたいな言って、うん、俺そっから記憶飛んだ。え暗いすぎ、今まで余裕で覚えてんのに。暗いすぎやって、なんか忘れてん。マジで、マジ忘れて。そっからもっといい会話とかしたんじゃないんすか。いや、なんな、たわいない話をしてやと思う。隅田川じゃないわ、渋谷川、うん、渋谷川現象起こってる。え、これ終わりで、うん、なんか記憶戻ったのが、うん、剥がしの人がお時間です。もう待って、もうだ、今のところで、とこ見られなかった。剥がしの人に、うん、剥がしてありがとうございました。それそんなに言われてごめんね。初ちゃん、はい、さよならって言ってさ、と消えてったいや、なんかその途中の回も気になるけど、いや、こんな感じ。いいな、でも、リアイベお前やり直したよ。ほんとそんな感じやん。話す内容ないって何なの。もう事前に…こんなよな、普通、事前に考えていくもんじゃないですか、大体。なんかな、なんていうの、見苦しすぎだな。はい、まあ、ということでですね、はい、次のリアルミーグリは、うん、いろんなことあります。いろんなことやってください。もう新しい歌を踊ってもいいし、じゃあいろんな子を取ります。あ、さやだけじゃなくて、うん、ええんかそれで。何がわかんねん。お前な、それはいいと思う。俺もいろんな子行きたいもん。いや、普通にいろんな味確かめたい。味っていうのやめて。試食したい。試食っていうのやめて。もっと。なんで。なんかいいよ。うそ、いいよ。試着とか違うか、違うな。はい、ということで、はい、今回のリアルミーグリレポは以上となります、はい、皆さんぜひ、僕みたいなようにはならないようにですね、反面教師、話題を、持っていき、大体持っていってる、反復練習して、反復練習してシミュレーション大事、声は大きく、声大きく相手の目を見て、目を見てお話頑張ってください。はい、僕は引退します。よーい、ありがとうございました。